あ、もうそれ。俺、エーペック、なんか、うん、今回のシアルカップ16ポイントだって。え、そうなの？うん。16ポイントって何？何枠？特別枠ってこと？特別で16ポイント。そうそう、ああ、モンドも強くなっちゃったよ。日本語不自由ももうないって。マジで？うん、日本語下手なのに、なんで？え？日本語下手くそなのになんで？それは俺が日本語検定するべきかな。俺が日本語検定して、日本語上手かったら、日本語上手ってことになるから。え、なんか、あれだって、うん、なんか、SNS に、あれなんだっけ？なんかをアップロードするんだったら、マイナス2ポイントになるって。え？あー！なんか書くの？ SNS で。そう。え、それなんかもう公表してる？おじさんとか。わかんない。わかんない？なんかわかんないから、まあ、なんとかなる。うん。俺が16ポイントだけが無理。多分俺は16ポイントで、うん、ラスセリー CPT も、あ、ラス CP、あ、いや、CPT は14、日本不自由だから。うん。なるほどね。で、ラストセリーは16。俺も一緒。で、なんで俺は16なの？俺スリーマーなのに。いや、モンドはじゃあストリーマーの中でも強いんだよ。やだよ。俺、今、ランクどこだっけ？今、タイヤ4だから、普通に6ポイントだよ、俺。え、めっちゃ強いじゃん。じゃあ、モンド6ポイントで、俺プラチナ4ポイントで10ポイントじゃん。ちゃ、待って。多分、うん、俺がタイヤ4で6ポイントで、マイナス2ポイントが、日本語不自由で、4ポイントでしょ？ 4 ポイント、そうそう。で、俺もなんか SNS にアプローチしたら、マイナス2ポイントいって、じゃあ、結局マイナス、俺、2ポイントだよ、普通に。やばいじゃん。あと一人ぜ、いや、二人ぐらいプロゲーマー呼べるんじゃないと。すごい、モンドのチーム絶対勝つやん。モンドと、あと二人 T1 のプロゲーマー連れてきたら勝ちじゃない？そう。やば、絶対勝てるじゃん。これ、同じ話、おじさんに言ったけど。うん、なんて言われたの？無理だって。まあ、だろうな。あ、普通に16ポイントだって。で、モンドなんか、プロシーン、競技シーンやめてもなお強いからな。違うよ、俺、マジで弱いよ。俺、ダイヤだよ。ダイヤ4だよ。で、多分、うん、俺がチームのリーダーなら、うん。あと、エトリマスターと、シルバーくらいかな。やったら。おー、え、モンド、今回リーダーなの？わかんないよ、それ、まだ決めてない。あー。多分。まあ、チームリーダー、確かにする方がいいね。俺、多分、俺を読んでる友達とかないから。モンドチームリーダーになったら誰か呼ぶの？わかんない。ラストセリル部。ダブルアカウント使って、ブロンズです。言ったら OK。でも登録者必要じゃん。いや、もう、それは APEX のサーバーアカウントだから、大丈夫。あ、いやでも全然サーバーアカウントバレてるって言うんだけど、大丈夫。いや、ラスが、なんか新しいチャンネル作って、ラスの料理チャンネルっていうのを作って、ラスの料理チャンネルっていうアカウントを新しくエイペックスで作れば、ブロンズかもね。それめっちゃ怒られる、多分。うん。セリーの料理チャンネルとかさ。モンドもサブチャンネル作ればいいよ。いやー、めんどくせえ。